キャラクタードラマ CD ブック、白鸚記寧静賞。朝か。いや、俺も。ったく、わかったよ。言われるままに寝てるようじゃ、俺もふぬけてきたな。おはよう。お、味噌汁に卵焼きか。うまそうだな。あ、そんじゃ、いただくとするか。今日は久々に晴れたな。最近は雪が降っては積もっての繰り返しだったから、屋根が潰れるんじゃねえかと思ったぜ。うん。ああ、そうだな。だが、変に溶けちまうと氷みてえになっちまうから、外に出るときは足元に気をつけろよ。そういや、そうだったか。あの頃はこうして雪のことを気にしたことなんてなかったな。それよりもやらなきゃならねえ目の前のもんに必死になっていたってか。おお、悪いな。にしてもあの頃に比べると随分と大飯を食うようになったもんだ。うん、ありがとう。こんなに飯を食うのは平助や新八の1000倍特許だったのにな。よし、今日は張り切って雪かきするか。晴れてる日に思い切ってやらねえとどんどん積もって重くなっちまうからな。じゃあとっとと食っちまうか。早く取りかからねえとこの時期はあっという間に日が落ちちまう。こんなもんか。ああ、終わりそうだぜ。お前の方も終わったみたいだな。それもいいが、今日はそこの縁側に座って茶にしねえか。日が差して庭がきれいに見えるだろう。ああ、すまねえな。この季節はかなわねえな。そりゃ初耳だな。俺はてっきり春が好きなもんだと思っていたが。出会った季節か。あの時はまだ雪は降っていなかったよな。お前は羅刹になっちまった大使たちとそれを切り伏せた俺たちを見て怯えていた。今考えると怖い思いをさせちまった。なんだ、怖くて腰が抜けたのかと思ってたよ。今じゃ落ち水がどうなったのか、羅刹ってのはここにいる俺だけなのか、確かめようもねえが、あの薬がなきゃ、俺は今頃、近藤さんのところに行っていただろうな。こうしてお天道様を眺めて、茶を飲めるくらい正常な体に戻ってきているのは、お前のおかげだと思っている。ありがとうな。そう言ってくれると少し照れるが、嬉しいもんだな。だが、お前が函館まで追いかけてきてくれてなかったら、俺は、あの桜の下で死んでいた。確実にな。お、そういや、お前が蝦夷地へ来たのも師走だったな。そうか。冬は、俺たちを二度も巡り合わせた季節か。そう言われると、この寒さも嫌なもんに感じねえかもな。今日で出会った時、俺の刀から、いや、新選組から、お前は逃げ出さずにいてくれた。そして、蝦夷の地まで、俺を追いかけてきてくれた。何がそうさせるのかってくらい危ない場所に、自らの意志で飛び込んできちまってたな、お前は。だが、そうさせてたのが俺だったと気づいた時には、もう、お前に惚れていたんだろうな。初めの頃、お前は俺の後をついてきているとばかり思っていたが、気づいたら隣にいた。そして、最後の最後まで、俺と一緒にいてくれた。何もかもが終わって、ほんのわずかに残された俺のせいだが、お前と、ここでいられてよかったと思っている。後悔なんてしてるわけねえだろう。お前に触れていたいから、もう、この手を血で染めることはしねえ。この先、刀を握ることはねえよ。何言ってやがる。刀なんて持たなくても、お前は俺を守ってくれてたぜ。と、茶がもうねえな。ああ、頼む。冬が過ぎれば春か。桜が咲いたら、また酒でも持って、あいつらに会いに行くか。お、もうそんな時間か。今日は月が綺麗だからか、次々に句が浮かんできちまってな。なんだ、じっと見て。もしかして、お前もやってみてえのか？なら、やってみるか。ほら、こっちに来い。紙と筆だ。おい、固まってどうしたんだ？確かにそうだな。お前と句を読む日が来るなんて想像もしなかった。ま、こういうのもいいな。五七五の口調で季節を感じて目の前にあることや頭に浮かんだことを書けばいい。難しく考えなくていい。俺が書けてるんだ。お前にもできるさ。無理して考えることはねえよ。浮かんだら書きゃいいんだ。無理して書いても後で破り捨てることになるからな。今日明日に死んじまう身じゃねえんだ。毎日俺と一緒にやってりゃいつか読める日が来るだろうよ。とそろそろしまいにするか。ほら床に入るぞ。おお、じゃあ俺はこの辺を片付けるか。じゃあ火を消すぞ。なあ、雪が溶けて春が来て桜が咲いたらまた見に行こう。あ、そうだな。明日も晴れていたら散歩にでも行くか。今日より雪が溶けていればの話だが眠れねえくらいなら中止だ。ああ、おやすみ。また明日な。土方歳三、三木真一郎。